グローバルボーイズグループの上腕、JO1 の公式 YouTube が28日に更新された。川尻蓮がデビュー前を振り返る場面があった。川尻蓮、デビュー前を解雇上腕のダンスリーダーとして知られる川尻は、10日にデビューした後輩グループのドックスティーン、DX ティーンのデビューシングル、ブランニューデイに収録されている、セールアウェイの振り付けを担当。 ダンスレッスンをしている様子が公開された。レッスン終了後、川尻は、僕らは結成して3年も経ったシジャム、上腕のファンネームのみんなに支えられていろんなお仕事をしているんですけど、とファンのおかげで現在に至っていることを報告。 続けて、やっぱりデビュー前は、プロトスター、デビューシングル、を作ることだけを考えて制作をしていた時期もあったし、その時を思い出せたというか、上腕もこんな時期があったんだ、っていう風に見られると思うので僕にとってもファンの皆さんにとっても、面白いし良い時間だったかなと思います。ストドックスティーンへのダンスレッスンでデビュー前を思い出したことを明かした。 これを受け、ファンからは、上一のこともこうやって引っ張っていったんだね。上腕にハスくんがいてくれてよかった。今はいろんなお仕事していて誇らしい。上腕がデビューした頃を思い出しました。といった声が寄せられた。動画内では、他にも練習の合間の雑談や、ドックスティーンへの思いを語っている様子が載せられている。